王冠はピカピカのままで、図鑑でファンタジーといたずらなドラゴンをチーム人数を全員にしてプレイ。開始からスコア18までの間、王冠を1回も地面に落とさないでクリアし続ける。あー、なるほど、やばいやつだ。これを全員にして王冠落とさない。いや、ここら辺のキャラはね、全然簡単なのよ。ナインボルトむずいぞ。判定が微妙い。基本的に左に落とすのかな。ってとも限らない。ナインボルトが分離すぎないか。あー、ナインボルトむずいぞ。あっダメそう。怪しいのでやり直しておきます。あー、なるほど、落とす位置を、ちょっと持ってる位置と落とす位置を考えないといけない感じか。ナインボルトが激ムズすぎる。あー、5ワットもきついな。セーフ。横に打てると弾で回収できるので楽ですね。ちょっと待って、攻撃が出ないなんで。マジでナインボルトだけどうすればいいんだ。これ難易度高くね。セーフ、セーフであってくれもうこれはセーフであってくれ。今のどう？どう？怪しいよ、判定。どうなの？ダメだー。
判定が分かりません。 OK、 ナインボルトとクリア。鬼門突破。無理だよそれは。いやーこれ結構ダイジェストがダイジェストがダイジェストだわ。いやーしんどいこれ。いっあーなんでー普通に当てるのが難しいか。地味むずい。ダメそうなのでやめます。調整が分かんない。取り返せ。マジ？取り返せ。むずいこれ。ジミーはちょっと高速だとないと高いからな。取り返せ。さゆいちゃん合わせられるキャラはいいな。難しいキャラちょいちょい残ってんな。取り返せ。おー危ねえ。 OK 多分 OK OK のはず。取り返せ。まだ難しいキャラ残ってないか。ナインボルトとか残ってない。オッケーオッケー。よっしゃー。あとはもう放置して。あー合格。合格何点か見てなかった。30やっとけば大丈夫でしょう。
くなってきたわ。合格30、あぶねえ。20でやめる判断しなくてよかった。シャボンがいっぱい。図鑑でファンタジーのシャボン玉カウントをチーム人数を全員してプレイ、できるだけシャボンを壊さないでクリアして、ゲームオーバーまでに合計100個以上のシャボンを残す。シャボン玉カウントはこれだね。100個以上残すんか。簡単なキャラはこうやってね移動でいけるんだけど、どうでしたろう。はい、赤はいくつ。あぶね。いや、勝ったらむずいな。こいつもむずいな。これで何個だ。はい、赤はいくつ。ダメ。これもう片っぽのもカウントされるんかな。いい感じ。はい、ハートはいくつ。これ今いくつだ。わかんない。うわー、ジミーむずいな。配置がラッキー。飛べるキャラはやっぱ楽だね。キャロダメそう。あー、だんだん速くなってきたな。いい感じだ。任せた。ミッション達成ってことはカウントしない方もいけるっぽいだな。水にしか流されないファンタジーの迫り来る怪物をペニーでプレイ。ペニーの体は風に触れないでクリアする。どういうこと。これか。あー、なるほどね。
あー間に合わなかったか。はい、オッケー。中央突破。ファンタジーのエンジェルキャッツをプレイ。横3列のうち真ん中の列の魚だけをすべて取ってクリアする。これだよね。だから真横に進めるキャラだよね。当然これ数合わないと無理じゃね。真ん中の列だけってどうすればいいんだこれ。ちょっと待って、わかんないんだけど、無理じゃない？まず数が合わないと無理なんだけど。あと多分マイクの方がやりやすい。まず数が合わないと無理じゃない。きたー、 OK。 数合わないと無理じゃん。向かい風。ファンタジーのフラワー扇風機をプレイ。あえて風が吹いてくる方向に小人を動かしてクリアする。これか。まあ何でもいいよ。風が吹いてくる方向に動かすのね。はい、ママさんバレー。図鑑でファンタジーの魔法ボールを5ワットだけを使ってプレイ。ゲームオーバーまでに7ゲーム下の地面に魔法ボール当てないでクリアする。やばない？めちゃくちゃ難しくないそれ。ゲーム開始ね。当たるな。ほら。むずない？マスター。当たるな。ダメ。ちょっとそれは無理だって。あ、これは長い戦いが始まるぞ。当たるな。ほら。いい感じ。当たるな。
無理だが。ゲーム開始ね。当たるな。ほら、成功ね。だから下で受け止めるんじゃなくて、結構上の方で。むずない？当たるな。ダメ。当たるな。ほら、ダメ。やったわ。1と2がいければ全然別に。そこに出てくるのか。なんかもう別ゲーなんだけど。ダメ。ほら、ダメ。マステキ。当たるな。ほら。いや、二つのがむずいな。あ、ついちゃったな今。当たるな。いやー、それは無理。それは無理だわ。当たるな。地形が悪すぎる。あー、地形が悪いやつ来た。ほら、成功ね。当たるな。ダメ。ほら、まだ。オッケー。空中仕分けにファンタジーの仕分けシスターズレベル1をプレイ。落ちてくるものを雲に触れさせないでクリアする。オービロンで余裕では。ダメだ。これ雲、あの雲まで吸い込んじゃうから難しい。投げ捨てちゃったりしかも。っていうことはオービロンじゃないな。誰がいいかな。マイクで。あ、むず、全然飛ばね。頑張ろう。分けよ。えいぜい、やべやべや、えいぜいやべや。
ちょっとなんでそっち行くの。まあでもマイクが一番可能性ありそうだな。でもこれむずいな。なんでそっち行っちゃうの。いや全然いかないじゃん。あじゃったらアシュリーの方がいいなこれ。スペースボーラー、ファンタジーのスペースケツベーダーをプレイ。1匹のケツベーダーを弾き飛ばして他のケツベーダーにぶつけ、4匹以上のケツベーダーを巻き込んで倒してからクリアする。何それ。レベル1はそもそも数が足りねえ。レベル2もまあまあ数少ねえな。どうすればいいの。むずない。あーなるほど。始めましょう。地球を守れ。来るのが遅いのよ。始めましょう。地球を守れ。成功。地球を守れ。これむずない？オッケー。配置ゲーじゃね。ウォーターガーデン、ファンタジーのバラドヴァンパイアをフェニーでプレイ。移動しないでカーテンを閉めてクリアする。まあイメージはつく。だからこれでこういうことだよね。脱毛スナイパー、ファンタジーの脇毛レベル3をドリブルでプレイ。1回のショットで脇毛を全て抜いてクリアする。1回で抜ける配置が来るんですか、そもそも。
にしろ。あ、まずこれでやっちゃいけないってことだよね、これね。処理しろ。こういうことだよね。これのレベル3ってなんだ。オッケー。魔女踏みのピョロ。ファンタジーの魔女魔女をファンタジーの魔女をピョロでプレイ。魔女を踏んでクリアする。これかー。まず上に出ないといけないよな。倒せ。まず踏める位置に来ないと。倒せ。まず踏める位置に来ないと。まず踏める位置に来てもらわないと困る。運ゲーだ。倒せ。てかこれ最初の移動位置で分かっちゃうねこれ。倒せ。あー踏めんかったわ。倒せ。あ、もう踏める位置にないわ。下じゃねえかよ。レベル2か3で上に湧くのが倒せ。うん、踏めないな。一番上に湧かないと無理だ。レベル2か3で倒せ。踏める位置に来ないじゃん。倒せ。踏める位置に来んやん。倒せ。倒せ。なんで今の踏めないの？倒せ。倒せ。オッケー。あー長かった。スライムカーリング。ファンタジーのくっつきスライムレベル3を18プロトでプレイ。1回のショットでスライムを一つにまとめてクリアする。やばない。これのレベル3、そもそも一発でってなんだ。全部くっつけろ。これも配置の運ゲーじゃね。全部くっつけろ。は？は？くっつけろ。
けないといかないよね。全部くっつけろ。いやーゆっくりになっちゃうな。配置種類あるのか。あ、これむずいな。全部くっつけろ。止まっちゃったよ。止まるじゃん。あ、これあれか、大きい方の大きい方の運動が残るのか。あー、どう振ればいいんだ。今のでもうちょっと上に行く路線があればな。どうすればいいんだ俺は。うわ、今のあいつタイミングが合ってたらいけてたな。全部くっつけろ。いけるんかこれ。あ、あー、全部くっつけろ。え、この配置は初めてでやったな。全部くっつけろ。貫通ってするんかな。線じゃん。全部くっつけろ。この配置ワンありそうだな。よっしゃ。長かった。長かったよ。花水大好き図鑑でファンタジーの人魚の涙をチーズ人数チーム人数を全員にしてプレイ。ゲームオーバーまでに穴から落ちた真珠を20個集める。まずどんくらい落ちるもんなのそれ。あ、ちなみにもう一個あった、あの妖精がなんちゃらかんちゃらっていうのはこれです。これのストーリー動画でクリアしたやつですね。まず全員っていうのがやべえなこれ。あ、待って、互角ライン打つ25。まあこういうことだよね。意外と落ちてきそうだな。あ、3個行くときあるな。でも鬼ゲーだなこれ。これレベルで何が変わってんのか分かんないんだけど。3個集めろ。
よしよし。余裕ですわ。ホワちゃん。三個集めろ。取られることあるんだ。よしよし。三個集めろ。よし。オッケー、いいぞいいぞ。この調子で多分15までにはいくだろう。オッケー、ミッション達成。まあこのまま合格までいきますか。余裕です。行くわよ。